こんにちは。鶴巻温泉治療院の溝口です。スポーツマンのメンタルヘルスのお話です。少し前までは日本人選手は大きな大会のプレッシャーに弱いと言われていました。しかし最近では多くの若い選手が世界的な活躍をして、その伸び伸びとした競技態度には今までとは精神的な違いが感じられます。その違いは日本のチームや選手がイメージトレーニングを取り入れることになったからでしょう。これまでスポーツといえばひたすら根性で鍛えるという方法をとってきたのですが、それでは力が拮抗した選手たちとここぞという勝負で勝てるような精神力は得られないということが分かり、多くの選手がイメージトレーニングを取り入れるようになったのです。イメージトレーニングは自分の望ましいビジョンを明確にイメージする訓練をして、無意識のレベルで体と心が協調するように整えます。望ましいビジョンを描くことで気分は肯定的になり、脳下垂体から集中ホルモンと呼ばれる TRH チロトロピン放出ホルモンが分泌され、集中力が高まり、体の細胞が活性化されるようになるのです。前向きの気分はドーパミンなどのホルモンの分泌も促し、脳はさらに活性化され、やる気も湧いてきます。この方法は生活の中で応用できるということで、イメージトレーニングをスポーツ選手はカウンセリングをしています。